牛久市立下根中学校は、茨城県牛久市にある公立中学校。下根中は、学び合いという授業を行っており、2015年には、イギリスのケンブリッジ大学の学術誌に、下根中の学び合いが掲載された。共に学び共に育つ楽しさを実感できる、学校生都会を主体とした、互いに支え合う、集団活動を下根半プロジェクトと名付け、 下のスローガンのもと、様々な活動に取り組んでいる、生徒が、主役の下根中世界一幸せな学校を目指して、活動内容は、以下の3つに分けられる。下根中学校の体育祭は、法王団、清流団、猛虎団の3団に分かれて行う。学年でのと競争、障害層や、学年での団体競技、応援合戦や団から選抜した生徒で行う。 団対抗リレーなどを行う。総合得点が一番高かった団に優勝旗、トロフィー、賞状が授与される。そして応援が一番良かった団に応援の部優勝のトロフィーと賞状が授与される。下根中学校の花秋祭りは2日に分けて行う。1日目は吹奏楽部の演奏、演劇部の劇、有志での発表を行う。2日目は 全クラスによる合唱コンクールが行われる。各学年それぞれ1クラスに金賞、銀賞、銅賞が贈られる。また、金賞を受賞した3クラスのうち1クラスに最優秀賞が贈られる。学年で課題曲と自由曲に1名ずつ優秀指揮者賞と優秀伴奏者賞が贈られる。2017年の総体では、サッカー、 男子テニス、男子バスケットボール、男女卓球、女子バレーボール、男女剣道の各部が思想体で優勝し、思想合体育大会級連覇を果たした。全国中学校柔道大会では 60kg 級の男子の生徒が準優勝を成し遂げた。ありがとうございます。